はい、それでは本日ロックタクシー事務職2日目やってきました。本日はどのような業務をロックタクシーやってきたんだいって、昨日ね、昨日お伝えしたようなね、電話番ね、そして書類にね、簡単な書類のね扱いやりました。そして本日はちょっとね、イレギュラー的なねことがね、あったかといえばこちら。はい、そうです。二種免許以外にもタクシーの免許証みたいなね、タクシーの証明書のようなものがね必要なんですね。このね、乗務員証、そう、乗務員証ね、その乗務員証を交付をしているところがこのね、三玉自動車会館というねところでね、そこに我が社の乗務員さんの更新手続きに行ってまいりましたね。当然その更新手続きはね、もうね、先輩がね、こうやるんだぞ、ああやるんだよってね、説明しながら見せてくれてね、それを勉強しながら行ってきましたよ。ありがとうございます。そしてさらにね、立川ということで、さらにこちら、タクシーメーター立川検査所というね、ロックタクシーよく見ておけよと、ロックタクシーよく覚えておけよと、タクシーメーターの検査に行けよと言ったらお前ここに持ってくるんだぞってね、そういう教えのもとにこちらのね、先ほどの場所ね行ってきました。初日が一番ダメダメちゃんなんだから、もうね、一番ダメダメちゃんなのよ。だってさ、もうさ、初日なんてさ、右も左もわからないんだから、もうね、ダメダメちゃんですよ。そして2日目がやっぱりその仕事に関してのダメダメちゃんですよ。一番の下っ端ですから、下っ端の下っ端の下っ端ですよ。もうできないことばかり。それで振り返ってみると、あの時あんなできなかったんだなっていうようにね、思わせる出来事が数多くあるのが初日、2日目、3日目、4日目みたいな感じのね、そういうことだと思うんですけれども、今僕はね、そういうような感じのね、初日2日目を過ごしてきました。1年生になったら、1年生になったらですよ、もうね、そんな感じですからね。皆さんもね、これからね、いろいろなタイミングでいろいろなことにチャレンジをする方がいらっしゃいましたら、ロックタクシーだってもうさ全然できないのに頑張ってんだなみたいなさ、頑張ってんだなあいつみたいなね、それを何かの励みの糧にしていただいてね、ロックタクシーも頑張ってんだから俺も頑張れるぜみたいなさ、そういう具合に思ってもらえたら嬉しく思いますとね。ということで本日の報告、このような感じでした。ありがとうございました。 It's okay